2024年度の護衛艦加賀は、渡米してからの F-35 戦闘機認証テストが残されており、現在も数々の艦内試験を実施している。そういった中で、驚異的な甲板散水試験の情報をキャッチしたので、詳しく見てみましょう。2027年には、完全に改修工事を完了させ、実動していくわけだが、また、新田原基地でも、2024年に、F-35B 戦闘機部隊が動き出します。圧巻でしょうね。2023年12月29日、海上自衛隊第4護衛隊軍の X の公式アカウントにおいて、11月に、1回目の空母化改修工事を終えたヘリコプター搭載護衛艦加賀における甲板散水装置の試験の様子を撮影した画像が公開された。洋上を航行中の加賀の飛行甲板上に設置された多数の放水ノズルから、大量の海水が噴出して甲板を洗い流す様子が映されていて、その甲板上で虹がかかっている綺麗な画像が話題を集めていた。この甲板散水装置とは、放射線物質、生物剤、化学剤などによる CBR 攻撃を受けて汚染された艦艇において、それらを除染するために多数設置されている甲板のノズルから、海水を大量に噴出させて汚染物質を除染する装置のことであり、海自の護衛艦では、1950年代に建造された綾波型護衛艦以降の全ての護衛艦に搭載されている。また、民間タイプの船舶においても、フェリーなどでは、車両搭載甲板などに散水装置が設置されているが、これは火災が発生した際の消火用の装置であり、護衛艦における甲板散水装置とは主たる目的が異なっているが、CBR を下水分解させる点においては活用可能である。もともと、加賀は23中規模に基づく平成24年度計画において、白根型護衛艦の2番艦、クラマの代替艦として発案され、ヘリコプター搭載護衛艦、出雲型の2番艦として、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場にて、2013年10月7日に起工、2015年8月27日に命名、浸水式が挙行、2016年8月5日に竣工して公試しが開始、2017年3月22日に、呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に編入された。改修前の加賀は、前型のヒューガ型と同様の全通飛行甲板を有し、艦橋が右舷側に寄せられているアイランド方式が採用され、2本ある煙突も上部構造物と一体化されて、右舷側に寄せて設置していた。この2本の煙突の間には、洋上で、他艦に燃料給油をする必要が生じた際に使用される臨時燃料移送装置が備え付けられていて、艦橋後部には、飛行甲板上のヘリコプターの発着艦口を管制する航空管制室が設置されており、5機のヘリコプターが同時に発着艦可能で、艦載機としては、SH-60J 哨戒ヘリコプター7機及び MCH-101 輸送ヘリコプター2機など、最大で14機のヘリコプターが搭載できる。出雲型護衛艦は、現時点で海自最大の護衛艦であり、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m、最大幅 38.0m、水深幅 29.6m、深さ 23.5m、喫水 7.3m の艦隊は、大東亜戦争当時の旧日本海軍が運用していた正規空母、蒼龍や飛龍の基準排水量や全長で上回っているほか、同じく、戦争当時の米海軍主力空母であったヨークタウン級空母とも同等で、現代世界で運用されている軍艦の中では、イタリア海軍の軽空母カブールやスペイン海軍の強襲揚陸艦兼軽空母フアン・カルロス1世などが同規模である。出雲の第2甲板には司令部区画、居住区画、医療区画などが設けられ、その下にある格納庫は、ヒューガ型と比べて一層多い3層分が使用されており、底面は、第5甲板として、高さが十分に確保され、格納庫の下の第6甲板は、応急甲板とされ、ここから、下には、乗員居住区、食堂、機械室、発電機室などが設けられている。
出雲の飛行甲板と格納庫をつなぐエレベーターは、ヒューガ型と同様に前後2機が配置されているが、ヒューガ型では前後どちらも飛行甲板上にあるインボード式を採用しているのに対して、出雲型では後部エレベーターが右舷の環境後方にデッキサイド式として設置されている。これはイタリア海軍の軽空母カブールと同じ装備方式を採用しており、全部のインボード方式のエレベーターは長さ 20m 幅 13m、後部のエレベーターが長さ 15m 幅 14m で、それぞれ電動油圧制御方式によって動き、耐荷重は30トンとされている。デッキサイド式エレベーターに関しては、波浪の影響を受けやすいほか、岸壁に横付けする際の障害となる可能性がある一方で、エレベーターからはみ出す大型機でも搬送が可能という利点もあり、出雲型で、このデッキサイド式のエレベーターが採用された理由は、はじめから、将来的に、ヘリコプターより大型となる固定翼機の艦載運用を想定したためだったのではないだろうか。武装に関しては、ヒューガ型が、単艦でも、相当の戦闘能力を発揮できるのに比べると低く抑えられているほか、多機能レーダーやソナーなども簡略化されており、固艦防御用の近接防空システムである、高性能 20mm 機関砲が2機と近接防空用艦対空ミサイルシステム2機と、最低限の防空火器を搭載しているのみである。つまり、出雲型護衛艦では、航空運用機能の増強、かつ、艦隊中核のプラットフォームとして運用されることが想定されているためで、単艦で運用されることはほぼ皆無で、イージス護衛艦の混合型、アタゴ型、マヤ型や、秋月型など防空能力が著しく高い護衛艦を伴う艦隊として運用されることが大前提とされているからである。出雲と加賀の空母化改修工事は、それぞれ5年に一度行われる定期検査のタイミングで実施することになっていて、当初、出雲の2020年度の定期点検において、搭載される予定の垂直短距離離着陸機 F-35B ライトニング2戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や電源設備の設置などの改修が施された。その他にも、F-35B を安全に運用するために必須とされる台形状の監視形状を、アメリカ海軍の強襲揚陸艦のような四角形に変更する改修工事や、艦内区画の整備などは、次回の定期検査が予定されている2024年度末の改修工事で実施される予定だ。一方の加賀は、当初、2021年度末からの定期検査時に、大規模な改修を行って、出雲より先に空母化改修を終わらせる予定だったが、空母としての艦内区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらに検討が必要であることが判明したため、アメリカ軍の協力によって検証実験などを実施した上で未運用する際の人や物の動線を細かく整理することとなった。そして艦内区画の整備については、2026年度末から始まる定期検査に合わせて実施することになり、出雲と加賀の両艦が共に空母として生まれ変わるのは2027年以降となる。出雲型護衛艦では、当初から噂されていたスキージャンプ台やカタパルトなどで発艦するための装置や、アレスティングワイヤーなどの着艦制動装置は搭載されないことから、F-35B は短距離滑走で発艦し、着艦はジェットエンジンノズルを真下に向けて垂直に着艦することになるのは間違いない。空母として生まれ変わった出雲型護衛艦で運用される F-35B は、2020年度以降、毎年取得予算が計上されていて、航空自衛隊では、最終的に42機を導入して、宮崎県の新田原基地へ配備することにしているが、出雲と加賀の両空母化改修と、F-35B のパイロットへの訓練などに、まだ時間がかかることから、日本に、大東亜戦争以来の空母艦隊が登場するのは、当分先のことになると見ていいでしょうね。